お初にお目にかかります。手前小国と発しまするはジャパンの東京カムロ町。町のソープで産湯を使い、姓は春日、名は一番、人呼んで浜の英雄と発します。奇妙な絵にし持ちまして、生き別れの母のためはるばる海越え国越えてやってきましたホノルルシティ。以後お見知りおきの上、強行万端よろしくお頼み申します。私カムロ町のソープで産湯をつかり、偉人町で暮らしておりましたが、サラリーマンが板についてきたね。まあコツコツやってるよ。俺と結婚してください。え、契約終了。これが浜の英雄の裏、いや真の顔なのです。全部デタラメじゃねえか。最近な、清流会がきな臭い動きを見せてる。高部会長の留守を預かっております。若頭の海老名と申します。春日さん、会っていただきたい人がいます。まさか。久しぶりだな、一。言えた義理じゃねえが、一、お前に頼みがある。ハワイに行ってもらう。そこにお前と会いたがってる人がいるんだ。お前の母親だよ。荒川の親父がただ一人愛した女性、あかねさんだ。あ、いたたた、すいません、大丈夫ですか。ちょっといいかい。こういう時は遠慮しねえで、ズボンのベルトを持つといいんだ。相撲の回しみたいに掴んで。慣れていらっしゃるんですね。お互い楽しめるといいな。じゃあ、そちらこそ。ボンボヤージュ。ボンボヤ、ボンボヤージュ、良い旅をって意味です。お、もう着くのか。日本で調べた時はもっと郊外だと思ってたんだけど。へえ、そっか、そのくらいは調べてきてたのか。オリナ、それで目が覚めたらビーチに寝てた。俺がどうかしたのか。それも全裸で。は？は？え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 ？どうなってんだこりゃ。嘘みてえな話だってのは自分でも分かってるよ。おら、うわ、あばよ。フリーズ。ったく、浜の英雄が何やってんだ。荒川真澄が泣いてるぞ。桐生さん、久しぶりだな春日。俺は一派の命を受けてある仕事についてるんだ。大道寺一派が茜さんを追ってるってことですか。富澤、そこら。何やってんだよ。俺はお前の家族でも親友でもねえんだぞ。俺はとっくにダチだと思ってたぜ。お久しぶり、春日さん。富士宮千歳と申します。お待たせしました。お世話になりますね。お前をはめたメイドだったな。茜さんにメイドがいるなんて聞いてなかったからよ。こいつはどうもうさんくせ。よろしくな、ちーちゃん。はい。バラクーダに追われてるの。ハワイのマフィアだ。茜さんがバラクーダに狙われてるってことよ。私がバラクーダを仕切っているドワイトだ。あれもバラクーダか。中華マフィアですよ。ようこそ涅槃岸へ。見えてるか。マジで007みてえだ。カメラの向こうの春日一番さん、見えてますか。
我々は茜さんを探している。どういうこと？ハワイの裏社会がこぞって茜さんを探してる。サビサビ、ハワイにもヤクザがいんのか？ガイドブックには書いてないだろうな。封筒の画像データが PC に。まだコピー取ってないんです。エイちゃんに手は出させねえ。助けがいるんだ、大急ぎでな。パーティー再結成だ。久々に冒険と行こうぜ、勇者さんよ。朝は病の子分だったのに、今はお前らと一つ屋根の下。人生何が起こるかわからねえな。人の一生はどこまで行っても一筆書きだ。だから一瞬一瞬を一生懸命生きられる。頭じゃ分かってたつもりだったが、身に染みたのは俺もつい最近だ。桐生さん、なんかあったんですか？ああ、お前らには言っておいた方がいいだろうな。俺はな、ガンなんだ。医者にはなんでこんな状態で外をぶらつけてるのかって。私は桐生一馬の家族です。堂島の竜も病気には勝てんか。なんや老けたの、桐生ちゃん。桐生さん、お互いいろいろあったみたいやな。ここで桐生さんにできることはありませんよ。とにかくあんたは少し休まねえと。静かに余生を過ごすのもいいだろう。だが俺は残された時間を少しでもやるべきことに使いたい。それが古いヤクザを生きちまった俺なりのけじめのつけ方だと思っている。桐生さん大変だ。ネットにタタラチャンネルが。本日のお題はズワイ。死んだはずの超大物ヤクザ、実は生きていたです。というわけで今回はゲストをお呼びして解説していただきます。つまり桐生一馬の死はでっち上げだった。大丈夫ですかね、桐生さん。警察の一部、あんたが生きてることをこんな大っぴらになっちゃって。もうついていたか、さすが。お早いな。遅いよ。何このメンツ。困った時は頼ってくれよ。それがダチってもんだろ。海老名と沢城には一言礼を言いに行かねえとな。ようこそいらっしゃいました。お前の目的はヤクザへの復讐なのか？第二次大解散、真の意味での極道の解体です。我々には縁あってハワイにビジネスパートナーがいるんです。それがハワイの宗教団体パレカナです。ようこそ春日さん。桐生一馬の首、ヤクザにとってこれ以上の勲章はねえ。準備はできてるな春日、やるしかねえ。ええ、やってやりましょうや。ヤクザの過去を引き受ける。お前には
ヤクザの未来を頼む。